あ、ウサギだ、捕まえちゃえ。ノルマのバリカンじゃ捕まえっこないよ。よせばいいのにね。しばらくしてバリカンが戻ってきたのです。僕人を拾ってきたよ。あ、星君しっかり。あ、すげえヤンプ力だ。ベッキだわ。くそ、バカめ、今からこの町の人間を皆殺しにしてやる。この花は地球の苗を他の天体へ運んで育てたものなんですよ。同じ苗でも気候や風土が違うとこんな奇妙な形や色に育ってしまうんですね。わあ、すごい、あんなにたくさんステッカーが飛んでるわ。すごいわね。わあ、すごいな。よし、あ、やめて。意地悪、意地悪、お兄ちゃんの意地悪、ひどいことする。でしょ、なんたること。私は女ガンマンよ。僕はロボットガンマン。なんだあの砂煙は。あれ？あれ？岩陰に隠れろ。はいよ、チキショー、この汚れる場面、動けたらもう。やったやったやった、見たか俺様の腕前を。あへへへ。ああ、さ、尻尾を巻いて逃げていった。どんな問題。ほう。オイラがやりたかったぜ。くらえ。こにゃろ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 。ええ。口ほどでもね。まあ、バリカンったら。こうだろ。あの時のお姉さん。そうか、お前はジュアル星人だな。うるせえ、なぜ殺さぬ。殺せない、私には殺せない。ジャージマン犬、なぜあの時私を助けたの。なぜ、だって当たり前じゃないか。あ、 あ、 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 あ、
しよし。こにゃあ。へい。お嬢さん、少しは美人になりましたかね。もう、お兄ちゃんの意地悪。野菜もたくさん食べて、綺麗になってくれよ。もう、意地悪、意地悪、意地悪。止めたら他のロボットとこの部屋の機械を全部壊すんです。はい。へい。泉くん、遊び場へ戻りなさい。黙れ、あなたは渚先生ではない。何を言うのです。いけない。それを下ろしたら大変なことになるんだ。ロボットたちよ、この子供を殺すのだ。聞いたこともない曲だ。
捨てろ。無駄な抵抗はやめるんだ。うるせえや。こうなったら皆殺しだ。ありゃあら、助けて。あら、止めて、助けて。あ、キャノン！撃たないで！さあ、ジェーン、始めましょう。泉健はいるか。はい。出るんだ、面会だ。来たよ、来た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 よ、来たよ来たよ来たよ。おい、そこのロボット静かにしろ。旅行きば知りがの、こら静かにしろと言ってんのがわからんのか。お兄さんこちら、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 ロボット待て、お兄さんこちら、待て待て待て、ほら、こちら。ああ、こんなバカな。出た。チャージ番犬、ここで俺たちと一緒に眠ろう。静かに知らせてあげるよ。おいでおいで。いやあ、苦しい。いや、話せ、話すんだ。いやー、すげえなー。ナオコちゃん、あんなに小さく見えるよ。キャロンとバリカンだよ、ね。おー、何をするんだ。離せ、離せ。お兄ちゃん、ジェネラル星人よ。そう、離せるでしょ。破られても仕方ない。さあ、うまいな。不思議な味がするわ。うまいな。こっちの青いのも美味しいよ。うん、さあ、キノコはそのくらいにして、今度はお菓子の家を食べましょう。わあ、いや。さあ、食べなさい。とっても美味しいわよ。さあ。水着のオーロラが送るニューモードの数々です。エイのように優雅に泳ぐあなたのために。おへその気圧調節ボタンを押せば、どんなに深い海底の散歩も自由自在。めんどくさがり屋さんにはスクリュー水着。パパ、みんなで手分けして爆弾を探そうよ。
何も僕見ないのに。もうすぐお父さんに会えるんだ。急がないと。ごめん、大丈夫かい？キャロンとバリカン、おとなしく留守番してたかしら。うん、急ごう。君、満月だよ。おサムや、あのお月様には何が住んでいると思う？月には今基地が5つ、宇宙船と人工衛星が。バカ者、そんなことを聞いておらん。でも今宇宙局じゃ。大バカ者、月にはウサギさんがいて餅をついておるのじゃ。何がおかしい。うひゃー、なにびっくりしてんだよ、おっさん。最新流行の落下傘ゲームだぜ。知らないのかよ。おっさん、時代遅れだな。やだやだ、機械が人間よりも偉いというのか。こんな世の中生きていても仕方がない。あこの世に未練はない。おサムよ、丈夫に育て。あだ、ニュースで危機一のことを聞いたときピンときたんですよ。憲法、僕にも抱かせてよ。かわいいね。お、よしよしよし、いい子だ。ほーや、あ、いや、やられた。やめなさい。あ、来んな、近寄るな。坊主、近寄るな。近寄るとぶっ放すぞ。牧師さん。てめえ、くそー。なぜ。ほら、こいつを取っときな。物分かりがいい人だね。分かりゃいいんだよ、分かりゃね。さあ、お嬢さん、早くしないとパーティーが終わってしまうよ。じゃあ、おばさま、行ってきます。これはたんまり入っていそうだよ。あ、来た。ああ。確かこの辺だけれど。あ、泉くん、今君の家来て、どうすんですか？だって病気でしょ、具合は。なんともないですよ、先生。ともかくお家まで行きましょう。来られちゃ困るんだな。え？ああ。
癌細胞を消滅させる特殊光線アトスミヒだ。パワーアップすれば生物はドロドロに溶けてしまう。パパ、うまく化けたつもりかもしれないけど、私たちの目はごまかせないわ。ゲンはご飯の時にちゃんと手を洗うし、トマトジュースなんか大嫌いよ。それに学校は休まないわよ。もうどうしたんだろう。よし、行ってみよう。じゃろ、何をするんだ。よし、危ないじゃないか。何をするんだ。悪い人間は殺してやる。待って、お兄ちゃんは悪い人間だ。キャロン、気でも狂ったんじゃないのか。おい、あ、キャロン、殺してやる。キャロン、よし、危ないじゃないか。キャロン、やめなさい。話してよ、お兄ちゃん殺してやる。キャロン、このババ人にぶつかっといてタダで済むと思ってんのか。有金出しなよ。勘弁してくださいよ。私はこのお金をあげてしまったらもう。うるせえババ。この野郎。やめろ。なんてひどいことするんだよ。何よ小僧。おめえも痛い目に遭えてえのか。くそ。覚えてやがれ。おい、出てこい。あ、あそこだ。やる気か。喧嘩をしに来たんじゃないんだよ。そうかい、そんなら引っ込んでろ。何をするんだ。おたまたすねえ。すんやろ。僕たちをどこへ連れて行くの。黙ってついてこい。来る日も来る日もこんな老人形と顔つき合わせて、まったく嫌になっちゃうよな。それなら人形を全部燃やしてしまえ。そうは言ったって。誰だ今しゃべったのは。さあ俺たちを燃やしてくれ。ドロドロに溶けて綺麗な赤い炎を見せてやる。この人形館が焼ければあなたも明日から寝坊ができるの。すげえ、まるで西部劇みたいだ。よし、暴走しろ。Yeah!
やれやれ、火を起こすのは大変だわ。よこせよこのガキ。さあどうだ。あ、ガキ、これでもか。あ、おえいだ。そう、覚えてろ。あ、いてあいて。Yeah.